あれは光？じゃあそろそろ行こうか。いや、面接官に聞いた通り可愛いね。ありがとうございます。面接官だった方は今日はいないんですか？どうだろう、今日はいないんじゃないかな。まあそんなのどうでもいいじゃない。さあ行こう行こう。はい。なんだかうさんくさい男だな。もしもし、俺ですけど、今あの子を向かわせました。もうすぐ到着すると思いますので準備しといてもらえますか？絶対バレてないと思いますよ。全然疑ったりしてませんでしたから。はい、今夜は最高のパーティーになりますね。それでは後ほど。今の電話、まさかヒカルは騙されている？アイドルになれると女を騙して誘い出し、あらぬことをする輩がいるって話は聞く。何か起こってからじゃ遅い。ヒカルたちの後を追う。そうだな。よし、いい子だ。十分懐いたな。よし、猫カフェの店長に連絡するか。桐生さん、ありがとうございます。うちでしっかり面倒を見させていただきます。また懐いた猫がいましたら連絡ください。よろしくお願いしますね。さあ、このビルの中だよ。入ろう入ろう。はい。事務所には皆さんいらっしゃるんですか？どうかな。誰もいないんじゃないかな。あれ？でも今日は初顔合わせて。まあ、とにかく入って入って。はい。完全に怪しいな。ヒカルが危ない。急ごう。キリュウの兄貴、こっちです。さすが兄貴ですの。カムロ町に入ったその日にタツカのヤサつかむっちゅんは、やっぱりカムロ町に詳しい兄貴ならではじゃ。わしらだけじゃこうはいかんかったですわ。お前もよく無事だったな、ナグモ。人言派の連中相手に大したもんだ。あの頭、さっき俺と会うまでずっと韓国人とやり合ってたとか言ってましたよね。あ？でもなんか頭の体から石鹸みてえないい匂いがプンプンするんですけど。お？おう、まあ実を言うと、ユータを先行かせた後、すぐにジンゴンファの連中もおらんようになってな。でわしもスターダストに行こうと思ったんじゃけど、店の場所がわからんようになってしもうて。それで？それで、まあカムロ町の夜の街を歩き回っとったらの。まさかとは思ってましたけど、頭、行ってきたんすね、カムロ町の風俗。おお、結果から言うとそうじゃ。マジかよ。
わしはの、カムロ町の空気っちゅうもんを肌身で感じときたかったんじゃ。けど兄貴、やっぱ東京のおなごは下品なまでにええですの。いやあ、けしからん。後でわしの行った店紹介しますけ。そがに怖い顔せんでくださいよ。なるほど。半純義の風俗が儲かるわけですね、桐生の兄貴。だな。あ？何言うとるんじゃ。それより達川だ。大花ビルってのはあれらしい。達川のやつ、屋さんにいればいいんすけど。ビルの2階って話だったな。行きましょう兄貴。わしらのハルカさんに手出したバカだれじゃ。とりあえず痛い目見せとかんと。話はそれからじゃ。どの部屋っすかね。全然人のいる気配がないけど。おうよ、表札でも出とるんかの。そこの部屋はどうだ。おう、ユータ、そここっそり開けてみ。鍵が開いてる。ええから、はよ入れ。なんじゃ。これは ガイシャは男も女もお前と面識がなかったってことだったな、キリュウ。ああ、タツカは写真で見たことがあるだけだ。女の方は顔も名前も知らない。そうか、まあそうだろうな。しかし仏になってたタツカは例の赤ん坊の父親って話だったな。するとタツカはお前が親代わりになって育てた娘に子供をはらませた元ホストだ。お前がその達川をぶち殺したっていうストーリーも十分考えられる。よせよ本庄、くだらねえ難癖つけんな。完全にしろって証拠が出ない限り事件の関係者は全員グレーでしょう。達川はホストを辞めた後アジア街に出入りしてた。中国マフィアの情報屋だったらしい。そのことを警察は知っていたのか。いや、全くマークできてなかった。だが達川をやったのはおそらくその中国マフィア最妖怪の連中だ。これまで奴らが関わってきた殺しと凶器や手口が似ている。ちなみに言うと達川と一緒に死んでた女はカムロ町のホステスだった。達川と付き合ってたらしいが、かわいそうに巻き添えになっちまったんだろう。伊達さん、
あまり事件の情報をこんな奴に話してまずいでしょう。桐生は広島まで行って赤ん坊の父親を探し出したんだ。そいつが死体で見つかったとなりゃ、うちにも役に立つ情報を持っている。達川の身元がすぐに分かったのも桐生のおかげだろう。ならこっちからもある程度の情報は出してやらねえとな。お二人のやっていることは馴れ合いにしか見えないんですよ、俺にはね。こいつがヤクザだったのはもう昔のことだ。いいんだ、伊達さん。それよりこの後またセレナで会えねえか。他にもいろいろ聞きたいことがあるんだ。分かった、俺一人で行く。キリュウ、お前は先にセレナ行って待っててくれ。ああ、頼む。さっきから何を俺たちのことをつけてんだ。何か用か。お前らこそ光をどうするつもりだ。光を？お前に言う必要なんかねえだろ。ストーカーなのか何なのか知らねえが、俺たちの計画を邪魔する奴はただじゃおかねえ。なんて強さだ。悪いが行かせてもらうぞ。忠誠、光る。桐生さん、これはどういうことだ。お待たせ。さっきはすまなかったな。まさかお前のためのサプライズパーティーだったとは。私もびっくりしちゃいました。でも社長たちも笑って許してくれましたし、気にしないでくださいね。むしろボディーガードとして雇いたいっておっしゃってましたよ。すまないことをした。実は私も正直不安なところがあったんです。この事務所本当に大丈夫かなって。この業界には変な事務所もあるって聞きますし。でも今回のことで信頼できる事務所さんだって確信できました。いい事務所に入れてよかったです。この人たちのためにも頑張ろうって思いました。私のために体を張って守ろうとしてくれたこと、すっごく嬉しかったです。空回りしちまったけどな。だがこれからももしお前に何かあったら、俺は相手が誰だろうと同じ行動を取ると思う。だから安心して夢を追い続けろよ、ヒカル。あのね、キリュウさんに一つプレゼントをあげてもいいかな。ん？なんだ？Thank you.
キリュウさんが私のために来てくれた時びっくりしたけどすっごい嬉しかった。キリュウさんはやっぱり私のことを守ってくれる王子様なんだなって。こんな風に思える人に出会えたの私初めてかもしれません。アイドルは恋愛禁止だから今のうちに言っておこうかなって。キリュウさん、さっき言ってたプレゼントだよ。キリュウさんのことが大好き。これからもずっと光の王子様でいてね。いらっしゃいませ。2人だ。料金は2名。それでは。あ、うちこの曲好きなんですよ。キリュウさんに聴いてほしいな。どうした？あの子うちのこといっつも会場で応援してくれる子なんです。おお、さきのファンか。声をかけてやったらどうだ。うん。あれ、あのもうお金はなくて。はあ、お前の母ちゃんの財布から盗んでくるってことになってただろ。俺たちとの約束破るのかよ。でもうち貧乏だからそんなことやっぱりできなくて。てめえな、また殴られたいのかよ。お前から金取らねえとよ、俺たち今日遊べないんだぞ。どうしてくれんの。弱い者いじめか。最低だな。あの子確かに前に話した時に言ってた。悪い連中に目をつけられてるって。その時は逃げずに立ち向かうんよとか無責任に言っちゃったけど、こういうことか。
早く助けてあげんと。いや、待て。え？ごめん。もうこういうのやめてくれないかな。お願いだからやめてよ。てめえ、いい度胸じゃねえか。どうしちゃったんだ。もう逃げたくないんだ。そうですか。なら仕方ねえな。邪魔すんなよ、さ。関係ねえだろ。残念だが、関係あるんだ。こいつは、俺の大事な人を支えてくれる大事なファンなんだな。何言ってやがる。もういい。このおっさんから金踏んだくろうぜ。こいつにもう一度同じことをやってみろ。その時はこんなんじゃ済まねえぞ。ありがとうございました。いや、俺が助けたのはお前があいつを応援してくれているからだ。礼ならあいつに言ってくれ。え？サキさん？大丈夫？怪我はない？はい。サキさん、僕、約束した通りに立ち向かいました。結果は助けられちゃったけど。ごめんね。こんなことになってるのも知らずに無責任に立ち向かえなんて言ったせいで。ううん、サキさんが言ってくれなくても僕は立ち向かったと思います。え？この前の試合、サキさんでっかい外国人相手に必死で立ち向かっていきましたよね。結果は負けちゃってたけど、僕あれで感動したんです。サキさんかっこよかった。僕もあんな風に立ち向かわないとダメだなって。だからサキさんに言われなくても僕は立ち向かっていたと思います。サキさん、僕に勇気をくれてありがとう。ううん、こちらこそ。今度の試合絶対見に行きます。立ち向かってるサキさん見せてください。じゃあさようなら。サキはもう立派なプロレスラーだな。勝敗より大切な、プロレスで一番大切なものをあの子に伝えられたんだから。キリュウさん、うちプロレスラーになってよかった。ああ。ごめんなさい、桐生さんに喧嘩させることになっちゃって。
俺が勝手にやったことだ。気にするな。それにお前はプロレスラーだ。どんなやつだろうと一般人に手は出せないだろ。うん。さあせっかくのアフターなんだ、いつもの明るい酒に戻ってくれないとな。うん、せやね。ほな行く前にちょっとだけ時間くれへん？うん、ああ構わないか。キリュウさん、さっきはほんまにありがとう。ほんまにめちゃくちゃかっこよかった。あんなん惚れてまうわ。うちまだまだ女の子っぽさが全然足りへんかもしれへんけど、目いっぱい背伸びして今日は勇気出してみようかな。こういうのずっと妄想してたのね。キリュウさん大好きやで。これからもうちのことずっと見ててくださいね。いらっしゃいませ。何名様でしょうか？2人だ。料金は2名様で1000円になります。それではご案内いたします。あ、私この曲得意なんです。歌いにくい。申し訳ない。次はキリュウさんの番ですよ。
待たしまったか。さあ、行くとするか。はい。いい眺めだな。で、俺に伝えたいことってのは？その私、キルさんと何度もお話ししてきましたけど、なんだか私のことを話してばかりで、キルさんのことはあまり聞けてないなと思って。確かに言われてみればそうかもしれねえな。だからその桐生さんにいろいろと聞きたいなと思うんです。構わねえぜ。で、何が聞きたいんだ？そうですね。じゃあその好きな女性のタイプとか。好みのタイプ？そうだな。純粋で元気な女性が好きだな。なるほど。キルウさんが寡黙なのでバランスがいいかもしれないですね。ああ、そういう意味ではソラもタイプかな。あ、私ですか？元気ですかね、私。ああ、慣れない日本で明るく生きているお前を見ていると前向きな気分になれる。それに素直で純粋だしな。ありがとうございます。キルウさんに褒められるのが一番嬉しい。他に聞きたいことはあるのか？はい、他には、少し体が冷えてきたな。もうすっかり冬ですもんね。そうだな。風邪をひく前にそろそろ帰るとするか。
どうした？帰らねえのか？桐生さん、最後に一つだけ聞いてもいいですか？なんだ？桐生さんってなんだか自分の道一筋って感じですけど、その女性と結婚する気とかはないのかなって思って。ほう、結婚か。いつかはしてもいいかもしれないが、今は考えられないな。俺にはやることがあるからな。やることって？あまり詳しいことは話せないが、俺にも空と同じ大切な家族がいるんだ。家族？桐生さん、もしかして結婚されてたんですか？いや、家族同然の存在だ。自分の娘のように思っている子がいるんだ。そいつがこの前事故に遭って目を覚まさなかったりとか、いろいろあってな。そんなことがあったんですか？すいません、そんな辛いことがあるなんて知らずに家族とか結婚とかの話ばかりしてしまって。私、キャバ嬢失格ですね。そんなことはない。むしろお前と話していると俺は勇気づけられた。勇気づける？ああ、家族を大切に思うお前の言葉を聞くと俺も改めて決心させられるんだ。俺もあいつのために、大切な家族のために、命張ってやらなくちゃってな。桐生さん、家族を守る、家族を大切にする、家族のために命を懸ける、そんな当たり前のことの大切さに気づかせてくれたのはお前だ。ありがとうな、ソラ。私の方こそありがとう、桐生さん。桐生さんのやるべきことが最高な結果で終わるといいな。ああ、ところで今日は話があるって言ってたよな。何の話だ？もういいの、何でもない。そうか。桐生さんが鈍感で助かった。その代わり、今からちょっとだけ時間を私にもらえます？ああ、構わないか。私、桐生さんと出会えて本当に良かったなって思ってます。男らしくてかっこよくて、でもちょっとお茶目で、そんな桐生さんが私は大好きです。桐生さんのやるべきことが終わるまで私ずっと待ってます。もし落ち着いたら今度一緒に台湾旅行してくださいね。雪出しちゃいました。ずっとずっと待ってます。いらっしゃいませ、何名様でしょうか？2人だ。料金は2名様で1000円になります。それではご案内いたします。あ、私この曲好き。キリュウさんに聴いてほしいな。
リュウさん。またしまったか。すまないな。ううん、私も今来たとこやから。行きましょう。ああ、あれ、うん、てめえが散々俺にねだったせいでこっちは借金抱えてんだぞ。責任取れ。そんなの私のせいじゃない。頼んだそっちが悪いんじゃないですか。シャンパン頼まないと嫌だとか言ってたじゃねえか。散々頼まされてその上出禁にされてよ。もう許さねえぞ。やだ、誰か助けて。揉めているな。キャバ嬢と客か。貢いだ男の悲しい末路ってとこだな。あれ、うちの女の子。え、あ、おい、何やってんの。リオナさん。だからいつも言ってるやろ、お客さんに無理させすぎたらあかんって。ごめんなさい、まさかこんなことになるなんて。おいおい、なんだてめえは。お客様に無理強いしてしまった点は申し訳なく思ってます。ただあくまでもご注文されたのはお客様、この子の責任と言って殴るのは筋違いかと。何言ってやがる。女のくせにいい気になりやがって。もういい、てめえから先に殴ってやるよ。キリュウさん、ちょっ、悪いが、こいつは俺が指名してる大事な女なんでな、てめえに殴らせるわけにはいかねえんだ。てめえ、ぶっ殺してやる。私に謝ることじゃないよ。でもリオナさんがいつも言ってることを守ってたらこんなことにはならなかったから。私、リオナさんがお客さんに無理に注文させないのを見て甘いなとか思ってました。キャバ嬢は結局売り上げが全てなのにって。でもやっぱり違うなって。リオナさんのお客さんは絶対こんなことしないもん。みんなリオナさんを慕って指名して楽しそうに帰っていく。私もやっぱりそうなりたいなって。こんな悲しい思いしたくないし。きっとなれるよ。大丈夫、いくらでも応援するから。はい、私も良心的なキャバ嬢を目指します。ありがとうございました。よかったじゃねえか、期待の後輩がまた一人増えたな。うん、キリュウさんありがとう。何だが、ああいう時は最初から俺に頼れ。女に怪我されたら男のメンツが立たねえ。そうやんね、ごめん。私あの子を守りたくてつい。気持ちはわかるし、お前のそういうところは嫌いじゃない。だがもっと人に頼った方がいい。人に頼ることは弱さじゃない。人を頼れるってのは強さでもあるんだぜ。やっぱりかっこいいな、キリュウさんは。さ、仕切り直すか。行きたい場所があるんだろう。うん、行きましょう、キリュウさん。この場所好きなんよね。一人になりたいときによく来るの。でもいつか好きな人ができたら一人じゃなくて二人で来たいなって。キリュウさん、今日はありがとう。目を閉じてもらってもいい？
ね、これからもずっとそばにおってな。かけがえのないこの日々を。楽しかった。盛り上げ上手ですね、キリュウさん。エリナはこの辺りで待っていろと言っていたな。あ、キリュウさん。よう、結構早かったな。キリュウさんと出かけるのが楽しみで、ちょっと早く切り上げてきちゃいました。おいおい、大丈夫なのかよ。平気平気。それじゃあ行きましょ。おいしいお店があるんです。わかった。うん、ん、どうかしました？いや、なんでもない。じゃあ行くか。はい。誰かに見られているよ。キリュウさんとご飯何にしようかな。俺のおごりだ。遠慮せず食え。本当にいいんですか？男に二言はない。ありがとうございます。じゃあお言葉に甘えて。すみません、これと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 、あ、これは大盛りで、それがおかずで、主食は、いただきます。おはぁ、あ、美味しかったです。キリュウさん、ごちそうさまでした。おお、本当に大食いなんだな。そうなんですよね。あっちのお店も美味しそうだな。まだ食べるのか。私食べてもすぐにお腹空いちゃって、だから食費が結構かかるんですよね。そりゃ大変だな。ん、キリュウさん、どうかしました？やはり誰かにつけられているようだ。え、つけられてる？待て。おい、お前だな。
さっきから俺たちをつけていたのは。人聞きの悪いことを言うな。僕はお前がエリナちゃんにひどいことしないか見張ってただけだ。あ？何言ってんだお前。かわいそうなエリナちゃん、無理やりこんなヤクザみたいな男に付き合わされて。あなたは知り合いなのか。知り合いも何も、僕らは恋人同士。僕らは愛し合っている仲なんだ。何？恋人同士でもなければ愛し合ってもいません。学校のサークルで一度愛しただけじゃないですか。そんなに照れなくてもいいんだよエリナちゃん。僕にあんなに優しく接してくれたんだ。好きだからそうしてくれたんだろ。違う、それはあなたの勘違いね。それに一度会っただけなんて水臭いな。僕は毎日エリナちゃんを見守ってるっていうのに。え、毎日見守るって。どうやらストーカーってのはこいつだったようだな。そんな男なんかほっといて僕と一緒に遊びに行こう。僕なら君を幸せにしてあげられるよ。キリュウさん、その辺にしておけ。みっともねえぞ。うるせえ。大体なんだお前は。エリナちゃんを呼び捨てにしてノルノルしいぞ。あんたエリナちゃんの何なんだよ。エリナはな、俺の女。キリュウさん、だからこいつには指一本触れさせない。なんだと。エリナちゃんの恋人はこの僕だ。キュッ。邪魔するやつは死んでもらうしかないね。おりゃそりゃ。やるな。もう二度とエリナに関わるな。今度こんなことやったらただじゃおかねえぞ。エリナちゃん、あなたと付き合いをすることはできません。そして見守ってくれる必要もありません。私にはもう素敵な人がいるから。さっきは本当にありがとうございました。すっかり迷惑かけちゃいましたね。気にするな。はあ、私って恋愛に不器用なのかもしれません。昔からうまくいかないんですよね。好きじゃない人からは勘違いされるし、好きな人には嘘っぽいって言われるし。それはまた難儀だな。だからもう恋なんてしばらくいいかなって思ってました。でも最近もうちょっと頑張ってみようって思うようになってきたんです。ふん、そうか。でもさっきのはびっくりしちゃいましたよ。その俺の女だなんて言われて。はあ、すまなかった。あのくらいの嘘を言わねえとあいつは引き下がりそうになかったんでな。いえ、ちょっと驚いたってだけで嬉しかったです。それに嘘にしなくても別にいいっていうか。ん？なんでもありません。しかしエリナのことだ。
また今みたいに勘違いするやつが出てこないとも限らねえぜ。きっと私は無意識にみんなによく思われたくて愛想を振りまいていたんだと思います。でもそのせいで結果的に人を傷つけたし、自分の恋も人間関係もうまくいかなかった。だから私、これからはもっと自分に素直に生きようって思うんです。人からどう思われるとか好かれたいとか、そんなのに縛られずに正直にどうやら吹っ切れたようだな。これでもう猫かぶりエリナも卒業かな今日からは猫かぶらないエリナです。誰にでもいい顔はしないんです。でもその代わり好きな人にはガンガン言っちゃおうかな。ほう、キリュウさん。キリュウさん、今日は本当にありがとうございました。あなたが私のことを俺の女だって言ってくれて、私すごく嬉しかった。大好きな人にあんなこと言ってもらえたの私初めてで、今でも胸がドキドキしてるんです。ずっと本当の私を見てくれていたのはあなただけです。キリュウさん、今日はちょっと勇気を出そうと思います。これからもずっと本当の私をそばで見守っていてくださいね。キリュウさん、どうも。お前、ジョー、なんでここに？どういうつもりだ？いつかは俺たちもカムロ町に乗り込まなきゃいけないって思ってたからね。キリュウさんが行くんならちょうどいいと思ってさ、せっかくだからみんなで上京してみたんだけど。みんなでってお前な。まあいいじゃない、それだけうちらも本気ってことだよ。そうそう、一応味と代わりにしていいって店を確保したんだ。 M サイドカフェっていうミレニアムタワーの横のカフェなんだけど、今から少しだけ時間ある？はあ、仕方ないな、少しだけだぞ。こんな場所に俺らがたむろして構わないのか？この店、マスターの知り合いが経営してるらしくてさ、掛け合ってくれたんだ。あのマスター、一体何者なんだ？おお、本当にやがったな、ジョーの野郎。お前ら、お前の動きなんてな、こっちには筒抜けなんだよ、ジョー。ジョー、ここに来たからにはもう容赦しねえぞ。カムロ町はジャスティスのホームだ。尾道みたいにお前らにやりたいようにはやらせねえ。そんなの覚悟の上だ。そうじゃなきゃこんな喧嘩なんか売らねえよ。それよりどうだ、久々に怠慢でも張るか？断る。この人はカリスマレインメーカーだぞ。お前みたいな三下の相手をしている暇はない。勘違いしんじゃねえぞ、じゃあ。お前らの相手は俺たちがやらしてもらう。最近退屈だからよ、相手してくれや。おい、ジョー、何なんだこいつらは。六教人の最強タッグ、天山小島、通称天小島です。俺と岡田がジャスティス作って潰そうとしたギャング、カラーズの中心人物だった奴らです。カラーズの？なんでそんな奴らがジャスティスに入ってるんだ？岡田はあいつらの力が欲しかったんでしょう。二人ともクソ野郎ですが腕は確かですから。おお、ジョー君、分かってんじゃねえか。そうよ、
カラーズからジャスティスに鞍替えしてもな、俺たちがチャンピオンだ、永遠のな。1たす1は2じゃねえぞ、俺たちは1たす1で200だ。10倍だぞ、10倍。おい、計算間違えてないか。それを言うなら100倍だ。細けえこと気にすんなよ、スケール感の問題なんだよこの野郎。細かいツッコミ野郎ぶっ殺しちゃうぞバカ野郎。まあまあまあ、天下の六強人がこんなところで三下と戦うのをよしましょうよ。我々の格が下がったように見られてしまうねえ、レインメーカー。ああそうだな、そういえばあんた前にも一度会ったよな。ああそうだったかもな。偶然ってのはあるもんだな。あんたに恨みはないけど俺の邪魔をするな。悪いけど排除させてもらう。上等だ。せいぜい楽しませてくださいよ、気流対戦。それでは。てめえら覚悟しとけよ。あいつらがジャスティス本体か。こっちでも厄介なことになりそうだな。チームの編成をしたり、ジャスティスと戦うときはここに来て声をかけてください。わかった。キリエの兄貴、どうでした？サツからは何か情報はもらえたんですかいの？少しだけだ。あとでまた馴染みの伊達って刑事がここに来てくれることになっている。そこのママの旦那だけどな。悪いなママ、またたまり場にしちまって。いいのよ、好きに使って。この店には私より桐生さんの方が古いんだから。ありがとう。そちらのママデカの神さんじゃったんか。いやー、下手なちょっかい出さんでよかったわ。ノーを言うた。大丈夫か、ユータ。知り合いの死に顔を見るのは初めてじゃ言うとりますけ、さっきから心機くそうでかなわん。余計なお世話ですよ。大体頭だって今の今まで黙りこくってたじゃないですか。バカだれ、お前が何も口聞かんからわしも黙っとっただけじゃ。警察の話じゃ、辰川をやったのは中国マフィアの連中らしい。中国マフィアって例の最王会とかいう？ああ、辰川は情報屋としてその最王会に使われてたって話だった。何かしくじって雇い主に始末されたってことかな。しかしえげつなことしよるな。辰川は喉切られた上に心臓をめった刺しにされとった。見せしめっちゅうことですかの。なんか俺が知ってた辰川とは別人みてえだ。カムロ町でホストになったと思ったら、そいつは中国マフィアの情報屋になるための偽装で、やっと見つけたと思ったらゴミみてえに殺されててよ。俺は辰川を半殺しにしてやろうと思ってわざわざ東京まで出てきたのに、すっかり気持ちが冷めちゃいましたよ。これからどうします兄貴？辰川が死んどるんじゃ、はるかさんのことも何も聞き出せんで。分かってる。だが俺は中国人がなぜ辰川を殺したのかを知りたい。と言いますと？辰川が中国マフィアに追われてたのなら、ハルカやハルトもその件に巻き込まれたって可能性がある。ん？もしそうなら、ハルカちゃんがひき逃げされたのはただの事故じゃなかったってことすか？まだそう言い切れるだけの材料はない。だが辰川って男には訳の分からないことが多すぎる。確かにそうっすね。キリュウ、邪魔して構わないか？広島の広瀬一家って言うと、あんたら陽明連合会の関係か？陽明連合会直系の舛添組さんか。
その末端の組ですわ。ほいじゃが、うちの総長の広瀬徹は昔近江連合ともバリバリやりようとるけ、薩の旦那じゃったら名前くらい知っとるじゃろ。悪いけど聞いたことねえよ。なんなら東京のデカも大したことありゃせんのんじゃの。それよりな、キリュウ、ちょっと遥かのことでお前に話しとかなきゃいけないことがある。ん？お前が広島に行ってる間に遥かの病院を移させてもらったんだ。都内の警察病院にな。何かあったのか？ああ、前の病院に東上会を名乗る連中から遥かを見舞いたいって問い合わせが何度も来るようになってな。東上会か、遥かを。そう名乗ってるだけで本当に東上会の連中かどうかもわからねえ。とにかく俺も気持ち悪いんでな、人目につかねえように病院を移したんだ。一応念のためだが、遥かの病室には誰も近づけねえように警備もつけている。遥かの容体は変わりなしか？あいにくな。お前ももう少し落ち着くまで遥かの面会には行かない方がいい。お前らが下手につけられて遥かの居所が嗅ぎつけられりゃ、もう移す病院のあてもねえ。そうか。せめて遥かの意識が戻ればいいんだがな。秋山はどうしてる？あいつも遥かについててくれていたろ。遥かを警察病院に移した時、秋山にも離れてもらった。あいつも中国マフィアに狙われる身だ。そうそうのんきに病院でじっとさせてるわけにもいかねえ。連絡は取れるか？ちょうど中国人のことで秋山に聞きたいことがあるんだ。いや、用があるときは向こうから連絡してくるって言うんでな、こっちからは連絡の取りようはねえ。でもお前が今さら秋山に聞きたいことってな。前に秋山と一緒にいたとき、エドっていう中国人とやり合ってな、多分西洋界の中でも幹部クラスだ。秋山からそいつの居場所を教えてもらいたい。その後エドから西洋界が辰川を殺した理由を聞き出す。なるほど。ただそういうのは警察の仕事なんだがな。まあ、お前に言っても聞きやしねえか。そりゃそうと、今度は俺にも話を聞かせてくれ。殺された辰川が神室町に来た行き先とか、広島にいた時の様子、遥かとのやり取り、何でもいい。悪いが俺も仕事なんでな。さっきの伊達千代でか、年は食っちょるがなかなかの切れ者じゃったの。信用してもええよ。じゃそうっすね。伊達さんに任せておけば辰川がなんで殺されたのかも掴んできてくれるんじゃないっすか？そうかもしれねえな。だが俺は一刻も早く遥かの事故の真相が知りてんだ。黙ってじっと待つつもりはない。なんでそんなに急ぐんです？薩も辰川の殺しを追い始めたんだ。いつ俺らを邪魔者扱いしてもおかしくねえ。伊達さんはともかく、結局警察ってのは組織の理屈で動く。例えば本庄ってデカは俺を犯人扱いできるとも匂わせてきた。なんじゃそれ。とにかく俺は自由に動けるうちに動いておきたい。まずは秋山を探してみる。前に秋山が隠れてた下水道に行ってみるつもりだ。お前らはここにいて、いつでも連絡が取れるようにしといてくれ。わしらはここで待機しとりますけ、気にせず向かって使わさい。キリュウの兄貴、気をつけてください。